春日市立春日の中学校は福岡県春日市にある公立の中学校通称の中2007年度で創立20周年を迎えた校訓は創造友愛合憲である作詞心始め作曲木村光三番まである以前は運動部ではソフトボール部や柔道部などが文化部ではグローバル部やマルチメディア部などがあった 生徒会が中心となって、生徒行事に取り組む特色がある。また大きな声の挨拶は、春スガの中の伝統となっている。2007年度の生徒会目標は、自分の役割に責任を持ち、思いやりのある学校を作ろう。である。生徒会のもとに、学級委員会、学習委員会、生活委員会、清見委員会、図書委員会、保健委員会、体育委員会、 給食委員会がある。また、生徒会執行部は、会長、副会長、3学年初期、2学年初期、会計、3年学年委員長、2年学年委員長、体育部長、文化部長、上記の委員会の委員長の計17人からなる。2011年度から新しく1年から選出する各委員会の副委員長ができた。そのため、 現在委員長17人副委員長8人イコール、計25人が、生徒会ということになる。福岡県春日市春日公園後の 19JR、鹿児島本線大野城駅から徒歩10分わずか、西尾牛首川が、南北に流れ、近場に、春日市立春日の小学校がある。春日神社や福岡県営春日公園も近い。県道を挟んで向かい側には、春日幼稚園がある。 また、九州大学筑子キャンパスとは隣接しており、九州大学筑子キャンパスを挟んで、福岡県立かす高等学校がある。最寄り駅は、JR 大野城駅である。ありがとうございます。